今日は、夜明けのさっちゃんず、夜明けのさっちゃんず的にいろんな記念日がありまして、その曲を一個一個やりながらやっていきます。前半はちょっと静かめなんですので、皆様、寝ちゃってから構わないので、寝ちゃってください。後半も、ちょっとね、この、ご存知のように、こう、あんまりお騒ぎできない感じですけども、こう、あんまりガーやらないけれども、ガーやりたいと思います。何言ってるはい、昨日はね、満月でしたけれども、はるさんの大好きな月の会社から始めたいと思います。月が美しいのは、東七つ。見やらび会社、東七つか。月が満月になる前がちょっと綺麗だよ。女の子も大人になる前が可愛いよっていう、八重山の歌です。じゃあ聴いてください。会社髪かみあらび会社ならず多い町外あんだぎなるおふつけのよう君らやりまひらしょりおいちょうがひらのおふだが一パーこんがりパーさか料理多い長男どの普通のあかまのどのどまさるたこのスタバのまさる茶飲み場やがさるおいちょうが遠いちょうが美しみ深きを歌いたいと思います。あ、これどうやって前奏入るか忘れちゃった
慈しみ深き友なるイエスは罪人が憂いを取り去りたも心の嘆きを重々まず述べて などかは下ろさぬ 負える重荷を すみません 慈しみ深き 友なるイエスは我らの弱気を知って哀れむ悩み悲しみに沈める時も祈りに応え慰めたまわ慈しみ深き友なるイエスは罪人が憂いを取り去りたも世の友我らを捨て去る時も祈りに応えいたわりたまわ祈りに応えていたわりたまわさんに影響されまくってるって言われて、なんかね、ちょっとね、図星なことがあるとね、腹立つんですけども、慈しみ深きもここでやったのはもう3バージョンか4バージョンぐらいありますけど、今日ちょっと初広めをやりました。こんな感じもいいんじゃないですかね。はい、皆さんどうもありがとうございました。らしいですけども、阪神でね、大震災ありまして、で、僕もその時に、ボランティアで、実は3ヶ月後なんですけど、震災が起こってから、3ヶ月後に神戸に行ったんですよ。で、まあその時は、なんて、もう遺体はなかったんですよ。変な話。もうみんな掘り起こされていて、潰れた家とか、折れたビルとかはいっぱいあったんですけども、遺体はなくて、だから、まあその時僕はヤジ君と呼ばれて、ヤジ君、今はね、すごく良くなったんだよと。遺体も片付けられて、あの時はすごいほこりとすごい匂いだったんだと。
で、言われて、まあ僕はその時はもう別に匂いもしてなかったし、あれだったんですけども、まあ、で、そこで神戸で子供のね、面倒見るというボランティアに入ったんですけど、まあ子供がね、いろいろにいきなり爆発するとかあるとか、まあ、学者に言わせれば、まあトラウマとかっていうのかもしれないですけども、あ、この子たちはなんかとてつもないものを見てるんだと思いまして、で、その後も数年はね、通ったんですよ。神戸の、土地に、お家帰っては神戸行って、お家帰っては神戸行ってやって、で、やって、まあ今はもうね、街も綺麗になっちゃって、で、その子たちももう今女子高校生だ、女子高校生どころじゃないや。19年前っていうと、もう二十歳過ぎてるんですね。もう恐ろしくて会えないですね。あの時は優しいお兄さんで、行ったら、最初はいじめられるんですけど、だんだん仲良しになって、帰るって言ったらまたいじめられるんですけど、そんな付き合いでやってましたけど、あの子たちはどこ行っちゃったのかと思いますけど。あんた生きてたね、幸子はだけど、その時は、どこ行ったんだ沖縄に。まだ生きてたよ。あいつも学生だったんじゃないです ?19 年前ですもん、だって。で、そこの、神戸で、出会った曲なんですけれども、この歌は、しばらく、歌、聴けなくて、悲しくて、だったんだけど、だんだん、その感じが、頑張って歌えるようになったので、ちょっと歌ってみたいと思います。これは、満月の夕べという歌ですけども、じゃあ、1月17日を、思って、満月の夕べ、歌いたいと思います。じゃあ神さんよろしくお願いします。風が吹く港を丘焼け合う包むように脅す風、悲しくて全ての笑う乾く冬の夕べ、時を越え故郷戦から幾千里の瓦礫の街に立つこの胸の振り子は鳴らす今を刻むため飼い主を亡くした芝が同胞とじゃれたら道を行く解き放たれすべてを笑う乾く冬の夕べ、やさほや歌が聞こえる眠らずに朝まで踊る、やさほや焚き火を囲む悪意日の白さが踊る、解き放て命で笑え満月の夕べ。え、かおんでさん。解き放たれすべてを笑う乾く冬の夕べ、
いやさほや歌が聞こえる眠らずに朝まで踊るやさほや三線鳴らす吐息の白さが踊る解き放て命で笑え満月の夢やさほや歌が聞こえる眠らずに朝まで踊るやさほや焚き火を囲む吐息の白さが踊る解き放て命で笑え満月の夢解き放て命で笑え満月の夢トランペッターのもう、ジャズの本当に巨匠ですけども、通称サッチモーと言われますけど、ね、そのウィアム・トランさんがやられたのはプロデューサーのカバーして奥さんのクロエちゃんの歌詞を作られて、やっともうちょっと拝借してやってますパッカワンダフルワールド互いがそれぞれ心を思えるのがなんて素敵なんだ世界なんだろう oh, 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 oh.鳥の羽貝の色一つずつ輝くのはなんて素敵な世界なんだろう oh, 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 oh.昨日こっちは夢を見て昨日こっちは日を浴びて昨日こっちが口づけをそばにいる君空見上げて生きてるって歌えるのはなんて素敵な世界なんだろう oh, 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 oh.
と違う夢を見て昨日と違う口づけを昨日と違う口づけをそばにいる君青い空見上げて生きてるって歌えるのがなんて素敵なん世界なんだろう Wo-w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 o なんて素敵な What a wonderful world Wo-w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 o Wo-w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 o じゃあ、もう一曲だけちょっとやつけど。次の曲はね、最近僕のレパ、あの、レパ、重要なレパートリーの曲になってるあの、曲やりますけども。まあ、実はその、この南米であの、知り合ったね、アンチェイン・カジという、あの、元プロボクサー。あの、実は一生もできないまま引退したという元プロボクサーがおるんですけども。その彼は若い頃ロックバンドをやってたりでね。それはまあ、あんまり、その辺の事情よく知らなかったんですけども、急にあの、そこの、立ちの、名前のそこの立ち飲み屋のとこがあったら、急にツカツカっと、アンチェインとなんか話、一緒に話してるやつがツカツカっと来て、いや、実はあそこにあの、アンチェイン帰ってるのがおんねんけど、で、まあ、僕実は知ってたよな、知ってますよ、で。で、実はあの、彼がなんか歌を歌いたいみたいで、ちょっと一緒にやってほしいっていうことを言ってるんやけど、あの、どうやろう、みたいな、いきなり言わせてね。ね、で、あの、僕もちょっとあの、実は知って、そのアンチェインカジっていうのは実はね、あの、こう、ドキュメンタリー映画になってましてね。あの、一生もできなかった割に なんて知らんけど。で、僕それで先に知ってたんで、ちょっと興味持ってね、まあ、どんな歌すんねやろ、みたいな感じで。あ、やってもいいですけど、みたいな感じで、あの、言いましたね。でも、なんとその、あの、そこのアンチェインの友達やと思ったらね、全くあの、無関係なやつで、たまたま隣で飲んどって、ちょっと自分でよう声かけへんから、代わりに声かけてみてくれ、みたいな。そんな感じでなんか言われてみたいで、えらいまたこの恥ずかしいやつになっちゃうなとか思いながらね。そうやから一生もできへんかったやんか、いろいろ思ってんけど。で、その彼がまあ、その、一緒じゃあいいですよって言ったら、そのカセットテープ次後で持ってきましたね。10曲ほど入った。若い時にあの、ロックバンドやってたという。で、あの、この中の曲ちょっと覚えてもらえますかみたいな感じで渡されたんですけども、いやほんまにこれはもう、とんでもない、この、バンドでライブですね。ライブの音源みたいなのカセットなんですけども、あの、一回聞いただけで何やったか全然わからなかったという。これどないなってんねやろうって、その、歌とバックがなんか平気でずれとったりね。なんか結構ぐしゃぐしゃな感じで、これかいとか思って。それでもやる歌ってちょっと覚えなあかんな思ってね。そのなんかわけわからん感じの、何回か聞いたんです、覚えよう思って。そうすると、だんだんこうね、そのテープの、そのロックバンドが本来やりたかったその曲の感じがだんだんこう見えてきたんですよ。にわかに。で、そうすると不思議なもんで、ね、その曲がすごくよく感じられましてね。こう、だんだんこう、あ、これってこんな曲なんやっていうのがだんだんわかりきってきて。で、その中の、中で特に僕が気に入った曲を逆にちょっとやらせてもらえへんかなと、カバーさせてくださいということを逆に今度は、ね、僕の方からお願いして。で、ええよって言われたんで、最近その自分のレパートリーにさせてもらってるんですけども、サルカムエブリバディという曲をやりますけども、この曲は何でもその昔、そのアンチェイン・カジが若い頃にね、昔新興住宅にその山猿じゃなんじゃらとかいうのがこう、いろいろ現れて、いろいろこう、被害を及ぼして社会問題になったことがあると。で、それにヒントを得て作った曲なんですけども、まあ、この曲が面白いのはね、僕面白いと思ったのは、これ人間目線じゃなくて、その、猿目線なんですよ。言うたら。うん。で、サルカムエブリバディっていう曲なんですけどね、そのカムっていうのは、
来るでないです。英語の来るじゃなくて、噛む、噛みつくの噛むんですよ。猿がみんなに噛みつくぞという、そういった歌でね、ちょっともうその辺からして面白いんですけども、で、ちょっと気に入ってね、ちょっとこの曲が拝借してやってますんで、ちょっと聴いてください。サルカムエブリバディ。で、最後の辺一緒にね、歌ってもらいたいところがあるんですよ。僕はサルカムエブリバディって追いかけて、サルカムエブリバディって山猿になった気分で、歌って、ね、一緒にもう吠えながら、噛みつきながら歌ってください。知ってる方は歌ったら、率先してやってください。じゃあやってみます。サルカムエブリバディ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 。山が切り崩されてく、ハイウェイが出来上がる、奴らがドライブ決めながら、ゴミを窓からほかしてく、キツネのコンタが生ゴミ漁る、おかげで食ってたネズミが増える、食物連鎖が崩れて、緑の山は丸裸、ゴミは減ってもネズミは増える、目立つキツネは撃たれる、仲の良かったキツネのコンタは撃たれて死んじまった。ああ一人で猿酒のしかね、猿かのエブリバディ。線路が敷かれてゆく、トンネルが出来上がる、コンタの敵とタヌキのポン吉は汽車に化けたのさ。ポン吉の化けた汽車がトンネルの中すれ違う、慌てた列車の運転手パニック起こし急ブレーキ、何度もかかるバカな奴らにポン吉は大喜び、だけどそのうちポン吉さえも惹かれて死んじまった。一人で猿酒飲むしかねえ、サルカムエブリバディ
くんじゃらんたまの髪まくって後で言えやりゃりゃどうもありがとうございます。これちょっと休憩して。思い出しました。はい。私がのところですけど、はい、この部分は女性が歌うところなので、じゃあ女性、はい、いきますね。はい。じゃあ。Yeah.
あのー、ね、ちょっと。